孤独からの脱出方法。孤独を感じた時、人は社会へのはしごが外されたと感じます。社会的なつながりやサポートの欠如によって引き起こされる感情的な状態が孤独です。孤独感は身体的、精神的、感情的な健康に悪影響を与える可能性があります。孤独にならないための対策があれば、それを試して自分の存在の価値観を得たいものです。例えば、親しい友人や家族と定期的に連絡を取り合うことは、孤独感を軽減する効果的な方法です。電話、メール、ソーシャルメディア、または直接会ってお互いの近況を尋ねることで、孤独は逃げていってしまうかもしれません。孤独の闇に存在し続けると、自分の価値が失われ、存在意義がなくなっていきます。最悪、死を選択することもあります。生きがいを取り戻すために、自分の周りに愛する人がいることに感謝し、自分の価値を認めることも大切です。自分の強みと長所を書き出して、自分への信頼を高めます。そこに自分の社会的役割が見えてきます。他の人のために何かをすることで、自分の存在価値を感じ、つながりを感じることができます。ボランティア、寄付、助けを必要としている人に手を差し伸べるなど、自分にできる何かを見つけます。そうすれば、孤独が次第に逃げていきます。また、自分の好きなことに没頭することは、孤独感から気をそらすのに役立ちます。趣味を見つけたり、新しいスキルを学んだり、創造的な活動に取り組むことで、自分の人生に焦点を当てて、自分の目標や価値観を見つけるようにします。そもそも孤独感は、誰もが経験する感情です。孤独感を感じたら、一人で抱え込まずに、誰かに助けを求めましょう。災害時の避難所では、孤独死が問題になることがあります。家族や友人、近隣住民など、誰にも看取られることなく、一人で亡くなることが孤独死です。災害でなくても、高齢化に伴い、孤独死は社会問題となっています。とにかく、孤独死を防ぐためには、人とのつながりを保つことです。孤独死の原因の多くは、人とのつながりの欠如です。そのため、地域の活動やボランティアに参加するなど、積極的に人とのつながりを保つことが大切です。自治体や民間企業が提供する見守りサービスは、定期的に訪問や電話で安否確認を行います。一人暮らしの高齢者にとって、安心感を得られる有効な手段です。他の方法として、介護施設に入居することも挙げられます。介護施設に入居することで、介護サービスを受けながら、他の入居者と交流する機会を得ることができます。具体的な対策としては、地域の自治会や老人会、サークル活動などに参加して、地域の人と交流します。子どもの学童保育や高齢者施設のレクレーションなど、自分に合ったボランティア活動を見つけて参加することも、孤独からの離脱が図られます。また、定期的に訪問介護やヘルパーサービスを利用して、生活のサポートを受けましょう。孤独は、社会的なつながりやサポートがなくなることです。一方、一人ぼっちは、単にそばに誰もいないという状態で、一人ぼっちであることは、必ずしも孤独感を意味するものではありません。一人で過ごすことを楽しんでいる人や、一人でいることを好む人もいます。一人ぼっちが、精神的な回復をもたらすこともあります。したがって、一人ぼっちは孤独とは違い、必ずしも悪影響を与えるものではないです。一人暮らしで一人の時間を楽しんでいる人は、一人ぼっちであることに孤独感を感じないかもしれません。
孤独と一人ぼっちの違いを理解することで、自分の状況を正しく把握し、適切な対策を取ることができます。